はい、こんにちは。グリーです、えー。今日はですね、ちょっとハリウッドの映像業界の業績にいよいよ延長が出ているという趣旨の記事がロイターに上がってたので、ちょっとご紹介したいと思います。ハリウッドに大収縮。テレビ、映画に加えネット配信も不調っていう、なかなかネガティブな記事でしたね。まあこれは結構業界の中でも見方は割れてるみたいで、 まあ、テレビ、映画が減ってるのは、これはもう、あの、当然業態の転換として当然なんだけど、配信、いわゆるストリーミング配信側も不調なのかどうかはちょっと異論が実はあるようですけれども、知事の趣旨だけ紹介していくと、えー、っと、放送ケーブルテレビ業界の広告収入は前年比7%で減少していて、 まあ今年もそのページで減るんじゃないかと。米国におけるドラマシリーズの制作本数は2022年が633本だったら2023年は481本に減少と。ネットリックスにおいてもシリーズ番組の配信本数は2020年から2023年にかけて3分の1以上も減少したそうですと。まあ、この辺はやっぱりその制作費をやっぱりアメリカのテレビ業界もかけられなくなってるんじゃないかっていうのは結構この ロイターにしたかなり長めの記事だったんですよねあ。そういうもんなんだと思いながら見たんですけど、業界の人によっては、この辺の本数が減ったのはストの影響であって、まあ、特にストリーミング配信の本数は今年結局そのストで伸びたやつが戻ってくるんじゃないかって見方もあるみたいなちょっとそれによって話変わってくるんですけど、個人的に興味深いなと思ったのが、えっと、 f o ックスがですね、主力ドラマ1本にかける予算を削減することを検討中らしいですよね。で、その金額が、1話あたりの予算が1000万ドルから450万ドルに削減することを検討中。1000万ドルっていうと、日本円に換算すると多分13億と15億とかですね、1話あたりですかね。まあ、それだから5、6億とか7億円ぐらい下げる。 日本はね、テレビドラマの制作予算3000万ぐらいだって言われてて、ビバンが1億かけて大きなニュースになってたんですよね。それが FOX は15億から6億に下げるっていう、ちょっと金額の桁が違いすぎて、こんなにやっぱ業界で制作して違うんだなっていうのを感じてしまったんですけど、ね、過去の アマゾンプライムビデオのロードオブザ・リングはシーズン全体で640億円と、ゲームオブ・スローンズの続編は250億円とかですからね、もうなんか、金額がでかすぎてよくわかんなくなっちゃうんですけど、1話あたり数十億円とかかけてたら、まあ、それはちょっと赤字になるわなって話はある気がしますね。一方で、ちょっとこの文脈で個人的に注目してるのが、今年、先週かな、ネットフリックスが、ネクストネット t リックスってこれから公開される ネットフリックスの作品群、シティハンターを筆頭に、ダンプ松本の、ね・マツモトのドキュメント、まあ、ドラマーになるのかなウリアンさんがダンプ・マツモトを演じるみたいなのもあるみたいですけど、まあ、作品群が公開されてて、あとで日本向けのやつなんで、日本の作品が中心に紹介されてる動画があるんですけど、これやっぱ、 日本は今まで3000万でドラマ作ってたのが、海外はその10億とか6億とかの世界なんで、ネットリックスでやっぱ同じような予算をかけたら、これは日本のドラマ、まあその同じような予算じゃないにしても、その予算の規模を上げれば、海外でも見られるドラマやっぱ増えるんじゃないかな、みたいな、ちょっと期待しちゃいますよね。今回のネットリックスの予告もやっぱり、 メインはやっぱり韓国ドラマなのかなっていう感じも受けちゃうんですけど、そのネットフリックスがグローバルで注力してるレベルで言うとですね、やっぱお金のかけ具合は日本のドラマよりも韓国の方がかけてるんだと思うんですけど、日本のドラマもここでやっぱ評判の高いやつが、まあ今ね、ピース、ワンピースはハリウッドチームですけど、悠々白書とか今の国のアリスとかありますから、日本もちゃんとそれなりに予算をかければいい作品が作れるってなると、 実はハリウッドのこの今まで金かすけすぎた反省の流れからすると日本の作品にもチャンスあるんじゃないかなみたいなちょっと感じるニュースだったのでご紹介です。どうなんですかねちょっと実際に作者リりとかこの日本の作品がどれぐらい海外で見られたののちょっと全部を見てるわけじゃないんですけど 去年あたりからちょっと風向き変わってきてる感じがありますからね。ちょっとシティーハンターとかも楽しみだなと思いながら待ってるんですけど、ちょっと今年を終わった時に、この僕の楽観的予想が大きく外れてるかどうかをちょっと振り返るためにちょっとメモ的に紹介してみました。はい、今年はちょっと日本作品をっと頑張ってほしいなと思っております。 はい。こちらのチャンネルでは日本のエンタメの海外一日早々に応援したいなと思っておりますので、えー、他にもこんなニュース知ってますよっていう方がおられましたら、ぜひコメントや DM で教えていただけると幸いです。今日もありがとうございます。